村松健一はアナウンサー。NHK アナウンサーを経て、お茶の水女子大学分教育学部教授を務めた。神奈川県立湘南高等学校を経て、1964年、一橋大学小学部卒業後、日本放送協会にアナウンサーとして入局。教育番組、教養番組などを担当。1989年から NHK 放送研修センター。 日本語センター勤務。1995年4月から、お茶の水女子大学文教育学部教授。同年日本語教師を集めて、お茶の水音声言語学習会を立ち上げ、日本語教育の調査、研究を行った。また2001年のお茶の水女子大学留学生センター立ち上げに尽力し、留学生センター教授として日本語ひぼごはしゃいの日本語教育研究も行った。 2003年スピーチコミュニケーション教育研究所、設立、同研究所主催。その後日本教育大学院大学客員教授、二小学赤大学大学院文学研究科、非常勤講師などを務めた。執筆者プロフィール月間、科学、付属学校園を活用した新たな学校教育制度設計にかかる調査研究。 お茶の水女子大学附属学校園、言葉を育む、相互交流部会講演会、相互交流型授業、保育と対話能力、お茶の水女子大学2013年2月東京日、村松健一、花田修一、若林富を、国語科で育てる、相互交流能力小学校編、明治図書出版、2000、村松健一、平田悦郎、 村松健一先生を送る言語文化と、日本語教育2004年6月26日、長友和彦、お元気ですか村松先生言語文化と、日本語教育2004年6月26日、略歴、村松健一へ連載、子供に届く教師の話し方教育新聞、ティーン、ハット、平成20年度に小学籍大学、教育研究大会概要に小学籍大学、 平成20年8月8日、NHK 高校講座国語表現愛、NHK 出版、国語表現 1NHK2014 年、出演者紹介 NHK 高校講座国語表現12014年。ありがとうございます。